モロトフはダメだわ。1942年に発表されたフィンランドの軍歌である。タツペッカリネンが作詞し、マッティ・ユルバが作曲した。ビャチェスラフ・モロトフ1939年から1940年まで続いた冬戦争において、ソビート連邦は一応の勝利を収め、モスクワ講和条約の下で少なからぬフィンランド領土の割動が認められた。一方、 フィンランド全土の占領という当初の目標は達成されなかったし、軍事的な損失も甚大で、最終的な戦死者の数は、フィンランド側のそれを大幅に上回っていた。モロトフはダメだのかしは、このソ連邦の苦戦を題材とする。かつてフィンランドのロシア化を推し進めようとして、暗殺されたフィンランド総督、ニコライ・ボブリコフを引き合いに出し、冬戦争当時のソ連邦外相、 ビャチスラフ・モロトフの体言総合を、ボブリコフよりも嘘つきだと揶揄している。歌詞には、ニエットのようなロシア語の単語がいくつか含まれている。また、ダーチャに関する言及があるが、これはかつて多くのロシア人公館が、カレーリアやフィンランドの海岸近くにダーチャを所有していた、ことを踏まえたものである。曲はロシア民謡、陽気な商人をモチーフとしたパロディである。 レコード発売に先立つ1940年には、ユルバ自身も出演した短編プロパガンダ映画、スオミフィルミ兵隊スケッチ1で、挿入歌として使用された。この映画は冬戦争における赤軍を題材としており、ロシア兵たちは、モロトフはダメだと歌いながら配送する。歌詞は後に、レコード化されたものとやや異なる。継続戦争最中の1942年。 また、歌詞自体は冬戦争中に書かれたとされる。AB-5 ファイ。ウォーヘッド、SU、s u 2020年2月21日閲覧。スオミ、フィルミンソティラスポ r a s p o 1 2020年2月21日閲覧。Fono.Fi アニテティネーキャンタ。ありがとうございます。